ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回のテーマはスパロボ MX のかっこいい戦闘アニメ10選よ。スパロボ MX って今でも人気あるというか好きな人多いよな。シリーズものじゃない単発作品なので手に取りやすいし、難易度も高くないので遊びやすかったのはあると思うわ。初の PS2 スパロボはインパクトだけど、あれはコンパクト2のリメイクであり、完全新規ってなるとここからと言えるかもしれないわ。それで遊んだ人も多かったんだな。戦闘アニメや立ち絵も新規のものが多くて、ゼオライマーやラーゼフォンなど新規参戦作品も注目されたわ。ラーゼフォンは当時結構新しいだろうし、ゼオライマーは知名度があんま高くなかったような気がするぜ。そんな感じで思い出深いって人も多いのよね。そんな MX の戦闘アニメか。本格的に PS2 になった作品なので、かなり凝った戦闘アニメが多いわね。また、ゲーム的には武装が少なくなっていった時期で、いくつかの武装が一つの武装にまとめられて、連続攻撃みたいになったりしてたわ。昔は武装欄が2ページあるとかザラだったもんな。そこは好みが分かれるかもしれないわね。ってことで、そんな中から10個ほど選んで紹介してくわ。了解だぜ。では早速見ていきましょう。まずはニューガンダムの武装から。ガンダムらしからぬ武装の名前だな。ニューガンダムのあり方が変わってきつつあったことが伺えるわね。ニューといえばフィンファンネルの長射程攻撃が魅力だけど、この格闘攻撃の存在によって近距離でも戦える機体になったわ。回避能力とかは高いし、文句なしエース級だな。ゼータガンダムに突撃が増えて攻撃力が増していく中で、ニューにも強化が入っていったわけね。最近の作品ではおなじみのオールレンジアタックの元祖とも言えるわ。ここから始まってるんだな。まずダミーバルーンを射出して相手を牽制。ビームサーベルで切りつけた後に、片手でガンガンぶん殴るわ。そして最後にバズーカでとどめ。バルーン射出もそうだし、片手で殴るのは原作再現だな。逆襲のシャア、サザビーとのバトルで見せた動きね。これがあるだけで一気に印象が変わるわ。機体の運用方法も変わってくるな。フィンファンネルの方も、ビームライフルで相手を牽制する動きが入ってて、今までとはまた違うニューガンダムが見れるわね。最初に言ってた、連続攻撃になったまさに典型の戦闘アニメだな。続いては劇場版なでしこのブラックサレナ。その最強武装よ。これも人気ある機体だよな。R に続いての参戦となったんだけど、劇場版単独の参戦は今回が初めて。そのせいか、アキト及びブラックサレナは加入が非常に遅くて、最終話まであと数話ってとこでようやく仲間になるわ。これもよく言われてるよな。最近の参戦では遅くとも中盤には仲間になるわね。仲間になるのは遅いけどその分めちゃくちゃ強くて、アキトが魂を持ってる上に貴重な技能リベンジを持ってるわ。これは反撃ダメージが 1.2 倍になるというもので、アタッカーなどとも重複するわ。すると、魂かけてあえて反撃で攻撃させるようにすれば、かなりの倍率ダメージが出るわね。ディストーションアタック S はフル改造で5000ちょっとの威力だけど、単独の最終ダメージは誰よりも高くすることができる機体だわ。魂なしでも、反撃でガンガン敵を落としていけそうだ。ディストーションアタック S はまず、フィールドを展開して体当たりを行い、外装をパージしてアキト専用エステバリスに姿を変え、ディストーションアタックを再び行うというもの。昔のアキトなら激眼触れ合って叫んでくれただろうな。北進との決戦で見せた戦法の再現ね。後の作品ではとどめ演出として目からオイルが流れるシーンが挟まれたり、そもそもパージ自体がとどめ演出になったりするわね。進化していく過程の戦闘アニメなんだな。印象的な BGM とその強さも相まって、非常に記憶に残る機体だわ。加入の遅さもな。続いてはエヴァの合体攻撃。今作ではユニゾンキックという名前が付けられてるわ。MX が最初だったりするのか？採用はアルファの DC 版が最初よ。ただこの時は飛んでキックするだけだったので、戦闘アニメが本格的に作られたのは MX からになるわね。これもあるなしじゃエヴァのあり方がだいぶ違う気がするぜ。その通りね。合体攻撃の火力の高さが、ケーブルによる EM 補充で支えられて、安定して使いやすい機体群になっていったわ。アスカも特殊技能のリベンジによって非常に高い火力を発揮できるわね。エヴァが使いにくい時期もあったもんな。戦闘アニメとしては改めて細かく言うまでもないんだけど、例の BGM に乗せて、原作通りの連続攻撃を行っていくわ。宙返りもバク転もそのままだな。タイマーもしっかり表示されてるわね。そしてかかと落としで吹き飛ばした後に、カットインとともに、急降下キックを叩き込むわよ。ド迫力のカットインだぜ。合体攻撃ということで威力は高く、フル改造で6000を超えてくるわ。やっぱアスカの方から撃った方がいいのか？シンジもアスカも魂持ちで、
シンジは覚醒も覚えるので、どちらから打っても問題ないわよ。シンジは支援も援護もできるので、いろんな組み合わせも行えるわ。有能だし強いしかっこいい、いい合体攻撃だな。続いてはゴッドとライジングの合体攻撃よ。やはりゴッドといえば合体攻撃だな。今作でも、ノーベルにシャッフル同盟そしてライジングガンダムと、多彩で強力な合体攻撃があるわね。中でもこれなんだな。シャッフル同盟剣も声優さんの演技とかすごいんだけれど、進化っぷりではこれって感じかしら。進化ってことは昔からあったんだな。64の頃からあるわね。ただやはり原作では非常に特殊な状況で行われた必殺技なので、完全再現ってのも難しいのよ。確かに、原作ではゴッドだけで撃たれたものだもんな。そんな中 MX では、原作の再現をしつつしっかり合体攻撃に仕上げてるのよね。そう言われると気になるぜ。まずドモントレインでいつもの口上を述べた後、原作で見せた二人の舞を、ゴッドとライジングで行うわ。あの複雑な踊りをよく再現したな。そして放たれた赤破天狂剣からは、初代キングオブハートが、ぶっ飛んだ演出だが原作再現なんだよな。そして敵を貫くと、原作通りワイドスクリーンみたいな演出になり、ハート型の穴から2機が見える、というこれも原作通りの流れ。原作では1機だったものを原作再現しつつ合体攻撃に仕上げるってこういうことか。レインもライジングガンダム登場時の姿でカットインするしね。スパロボオリジナル要素と原作要素がしっかりマッチしてるな。ってことで選ばせてもらったわ。威力としてはシャッフル同盟剣の方がもちろん上なんだけど、ゴッドと2機で撃てる合体攻撃としてはラブラブ天狂剣が最も威力が高いわ。5機出すのも大変だし、こっちの方が使いやすいかもしれんな。ただラブラブ天狂剣もシャッフル同盟剣も、追加されるのがデビルガンダムとの最終決戦の中でなので、使えるのが残り5話とかなのよね。難しいなそれは。まあゴッドは単体でも強いんだけど、合体攻撃中心の運用が本領発揮できる期間は極めて短いわ。まあ中盤からいきなり使えても違和感あるっちゃあるしな。惜しい部分はあるけど、やっぱかっこいい技よねー。続いては、電動の最強武装。最後の最後に追加される大技よ。電動も面白い機体だよな。数々のデータウェポンを装備することで、それぞれの特殊能力を使えるようになり、ファイナルアタックもそれぞれ性能が異なってくるわ。ここまで機能を切り替えられる機体も少ないんじゃないか？変形と同じって考えると、ここまで多段変形する機体はないわね。それぞれのファイナルアタックも演出が凝ってて、ちゃんと北斗と銀河のカットインもファイナルアタックごとに、全く違う動きになっているわ。原作再現がしっかりしてるんだな。そして、ガルファとの最終決戦で手に入れた最強武器、それがガルファに対するアンチプログラムである。この暁の大立ちってわけ。ガルファも結構複雑なんだよな。ガルファとゼロが互いにバックアップし合っているので、同時に撃破しないと何度でも再生する強敵だわ。スパロボでも同一ターンで撃破する必要があるわね。厄介な敵だぜ。この最終決戦で目覚めたのが最後のデータウェポンである。このフェニックスエール、幼い頃のベガの姿で現れ、北斗と銀河に希望を託すわ。最後の希望、ギアってことか。データウェポンの光が集まり、フェニックスエールの呼びかけで一つに、暁の大立ちが現れ、それを電動が携えるわ。スーパーロボットが剣持ったらやはりこの構えだよな。そして相手を十字に切り裂くわよ。口があるロボだから、歯を食いしばってるのが見えてよいな。電動も気合入ってるのがわかるわね。威力はもちろん電動の中で最強。ただ使い方がちょっと難しくて、素の電動でしか使えないのよね。フェニックスエール携帯だと EN が毎ターン全回復するので、手に入ったらこっちで戦っていたいわ。使いたい時だけ元の電動に戻す必要があるんだな。フェニックスエール携帯だと空も飛べるしね。ここぞって時だけ使うようにしたいわ。続いてはバイカン風の最強武装よ。ゴッドハンドスマッシュのさらに上を行く武装だな。原作では、ロムが生身で使用したもので、バイカン風で行うというのは完全なスパロボオリジナルね。原作知らないと気づかんほど自然に見えるぜ。これを獲得する、ガデスとの最終決戦はかなり燃えるわよ。天空魔城へ突入するマグネート10。しかしそこはグルジオスの展開した異次元空間だったの。そこでギャンドラー、そして、ガルファに操られた北斗との激戦がまず行われるわ。どちらも強敵だな。これらを退けたと思ったら、レイナがどこかへさらわれてしまうわ。そこには、ガデスとグルジオスが、ガデスはグルジオスを吸収し、さらにレイナも取り込もうとするわ。その時マテイの声が、待ってたのはこっちだぜ。いつもの工場、そして何者だ貴様と問うガデス。もうわかってるだろガデスも。いつもは名乗らないところを、今回はキライストールの意思、ロムストールと名乗るわ。最後だもんな。そしてバイカン風と共にマシンロボたちも、
他の味方はなく、彼らだけでガデスとの最終決戦を行うわ。粋な展開だぜ。ガデスの HP を減らすと、とどめとして、このツインブレードが発動するわ。剣狼と、兄の剣である雄星を召喚し連結。高速回転させながら切り裂き、さらに貫き、最後は真っ二つにして成敗よ。ゴッドハンドスマッシュに負けずかっこいい演出だぜ。展開も相まって燃えるわね。貫いた相手を足でグッて外すとことか、モーションがかなり細かいな。気合の入った必殺技よね。もともと強いバイカン風がさらに強くなっちゃったわ。続いてはちょっと変わり種というか、主役機以外の戦闘アニメも紹介させてもらうわ。ラーゼフォンの機体だな。バーベム財団からテラーに提供された機体で、今まで戦闘機で苦戦してた中、待望の戦力だったわけ。これでようやくラーゼフォンに頼りきりじゃなくなったわけか。MX ではエルフィが登場して仲間になるわ。でも戦力としてはどうなんだろうか。よく見るとラーゼフォンと基礎性能はほぼ同じで、改造していくと伸び率の差が出て、ラーゼフォンより性能が高くなったりするわ。伸びしろはこっちの方が上か。まあ音障壁の有無や、目が開くことによる性能の上昇、アヤトの操作技能も合わせるとラーゼフォンの方が強いんだけどね。それでも案外高性能なんだな。バウスガザルはレールガンと波動鋼弾を切り替えることのできる複合武装。地平線の向こうにいる相手をロックオンし、波動鋼弾を発射。大爆発で相手を吹き飛ばすわ。動きはシンプルだが、敵が遠くにいる感じとか、弾は小さく見えるのに大爆発な感じとか、結構印象的だな。これは原作でバウスガザルをテスト発射した際の再現よ。原作通りなんだな。威力はフル改造でも5000届かないけど、射程は長いし、エルフィはカウンターや援護、支援があるので、意外に使えたりするわね。見過ごしちゃいけない機体だな。主役機以外の注目機としてチョイスさせてもらったわ。続いてはゲッタードラゴンの必殺技。これはまあおなじみの必殺技だな。MX には新ゲッターが登場しないので、最後までこれで戦ってくことになるわ。注目ポイントはどこだ？まず、シャインスパークを習得するイベントがあること。それまではチェンジアタックか、ゲッター級との合体攻撃が最強武装よ。最初から全開じゃないんだな。研究所に迫る百鬼帝国が持ち出したメカ要塞機は、あらゆる攻撃を防ぐフィールドが張られていて攻撃を一切受け付けないわ。それが大量の爆弾を積んで特攻を仕掛けてくるという状況。さらに、ハヤトが敵の攻撃で負傷。絶対絶命だ。そこで早乙女博士はゲッタードラゴンに秘められた必殺技、シャインスパークの存在を明かすわ。しかしこれを使うチャンスは一度きり。ギリギリの状況だぜ。ハヤトの負傷もある中、ゲッターチームはこれに挑戦するわ。3人で同時にペダルを踏み、ゲッターシャインを発動して飛翔。この際、奥から手前に飛んできて、ドラゴンの口にいる妖魔が見えてくるのよね。顔にコクピットがあるゲッターならではの演出だな。そして相手に突っ込み、ゲッターシャインを叩きつける。かなりの荒技だわ。これで要塞機のフィールドを破り、ピンチを脱出。アーガマも駆けつけて形勢逆転ね。同じ必殺技でも作品によって演出が全然違うな。原作再現とも違うスパロボオリジナルの演出だけれど、かなりかっこいいわね。続いてもおなじみの合体攻撃。マジンガー、グレート、グレンダイザーそしてゲッターによる合体攻撃よ。元祖合体攻撃って感じだな。初めて合体攻撃が搭載されたスパロボ64からあるわね。そんな中でも、特に演出が強化されたのが MX なの。まず、BGM が専用のもの。いざイケロボット軍団になるわ。専用 BGM があるとは豪華だな。これはドラゴノザウルスとの戦いを書いた劇場版マジンガーの主題歌。言ってみればスパロボのルーツである作品よね。いろんなロボットの夢の共演か確かにそうかもな。まず4機が揃ったところで、パイロット4人のカットインが入り、デュークの掛け声でそれぞれが必殺技へ。ダイザーの反重力ストーム、ブレストファイヤーとブレストバーンのダブルバーニングファイヤー。最後にゲッターのシャインスパークを叩き込むわ。まさに総攻撃だぜ。よく聞くと BGM の中で、それぞれのロボットの掛け声が入るんだけど、原曲では歌ってる佐々木勲さんが叫んでるのよね。これが、スパロボの BGM ではそれぞれのパイロットが叫んでるわ。細かいとこまでこだわられてるんだな。そして崖の上に4機が佇んでフィニッシュとなるわ。かっこいい演出だな確かに。演出も BGM も最上級の合体攻撃だわ。続いては MX のラスボスの最強武装よ。このラスボスもなんか有名だな。セントルプロジェクトという新型ロボ開発プロジェクト。その試作機であるメディウスロクス。これがテストパイロットであるアルベロと、研究者であるエルデによって奪われたことが MX の物語のスタート。敵に機体を奪われるのはガンダムっぽいな。これはプロジェクトリーダーのザパトが仕組んだもので、
主人公たちの期待と競わせることが目的だったわ。一方でイルデは AI-1 という新型コンピュータの開発に執着しており、ザパト及びアルベロはそれに対し消極的だったんだけど、AI-1 はどんどん成長し、メディウス・ロクスは、ロボットから異様の怪物へと変化していったわ。ロボっていうか有機的な感じになってるな。そしてザパトを排除したエルデは本性を表し暴走。ライディーンが世界の崩壊を止めるために使用したラムーの星を奪取。メディウス・ロクスは最終形態へ至ったわけね。もう何がどうなってんのかわからんぜ。大量のメディウス・ロクスを召喚して攻撃させるなど、超常的な力を発揮するんだけど、プレイヤーの度肝を抜いたのがこのオールインワン。AI-1 が相手を取り込むと、中には巨大なエルデがおり、エネルギーの渦に取り込んでダメージを与えた後、エルデのキスを受け、吐き出されるわ。史上最大のキスだぜこや。エルデは2回行動持ちかつカウンターレベル9を持つので、ターンを渡さなくても危険な存在よ。厄介だな。ただ味方にはゼオライマーをはじめ強力な機体が多いし、スポット参戦の新生ラーゼフォンもいるので、めちゃ苦戦するってことはないわね。しかしインパクトは強烈だな。当初のちょっと気難しそうな科学者って感じから、髪振り乱して暴走するエルデの変貌っぷりも含め、凄まじい印象を残したボスとその武装だわ。というわけで紹介はここまで。どうだったかしら。人気あるのも頷ける、かっこいい戦闘アニメばかりだったぜ。ゲームハードの世代が変わり、武器の演出も大きくパワーアップした作品だわ。同じ時期のアルファシリーズと合わせて、スパロボの進化が感じ取れるわね。あの辺と同じ時期か確かに。初めてのスパロボにもおすすめの作品よ。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。